アルハンゲリスクの南のシェクスナ川沿いに住む、ポモール女性。セルゲイ・プロクジンゴルスキー撮影、1915年ポ、モールは、ロシア北西部の八海沿いの地方に住むスラブ系、民族集団の名で、12世紀以降に、八海沿岸に移住した、ロシア人入植者が元になっているとされる。サーミジニア、コラノルウェイ人地域の東、レネツ人地域の西に住む。 その居住範囲の南限は、八海流域とボルガ川流域の分水嶺に達する。ポモールという名は、オネガの町とケミの町の間の八海沿岸のポモールスキー、地方から来ており、インドヨーロッパ語族由来の、という語感を有している。同様の語感は、ポメラニアという地名にも見られる。ポモールの中でも有名な人物には、北極海探検家セミオンデジニオフ、科学者、 ミハイル・ロモノーソフ、ストロガノフ家の子祖、ヒョードル・リューキッチ・ストロガノフ、彫刻家フェドト・シュービンラがいる。アルハンゲリスク近郊の17世紀のポモールの村12世紀より、ノブゴロド公国からの探検家が、北ドビナ川やオネガ川の河口を経て、八海沿岸のビアルマランドに入植し、ポモールと呼ばれる集団を形成した。その中心都市はホルモゴルイであったが、 16世紀末より、アルハンゲリスクが台頭する。入植者たちは、コラハン島北岸のコラに設けた全省から、海を越えて、バレンツ海沿岸地方、スピッツベルゲン島、ノバヤゼムリなどを探検した。ポモール人の地は、ノブゴロド公国の植民地となっていたが、ノブゴロドとモスクワの合併後は、モスクワ大公国に併合された。ポモールたちは、アルハンゲリスクから、 東のシベリア北部へ向かう北極海航路を発見し、これを交易に使った。彼らは流氷の海を航海するためにこっちという船を使い、ウラル山脈の東の地方にまで足を伸ばし、16世紀初頭には、山る半島東部の帯湾沿いにマンガゼヤの港を開いた。学者の中には、17世紀初頭に、シベリアのはるか東のインディギルカ川三角州に、 成立したルスコエウスティエの村の創設者をポモールではないかと考える者も,もいる。16世紀にはマンガゼやアルハンゲリスクからスカンジナビア半島北岸を経由し、イギリスやオランダに至る海上貿易も盛んであり、ポモールはシベリア北部で手に入れた毛皮や生打ちの牙、マンモスの牙などを西洋に売り利益を上げていた。 ポモール交易の行われた港ポモールの伝統的な生活は漁業、海の哺乳類の狩猟、捕鯨など海に根ざしていた。スンドラ地帯では、トナカイの飼育も行った。また、ノルウェー北部との間の海上交易である、ポモール貿易で、ロシアの穀物とノルウェーの魚を取引しており、この交易は、ポモールの社会でもノルウェー北部の社会、とりわけ、 ロシア側のアルハンゲリスクと、ノルウェー側のバードをハンメルフェスト、トロムソの3都市で重要な位置を占めていた。1750年頃から1920年頃までは、ノルウェー北部地方の漁民とアルハンゲリスク地方の商人との間の交易が盛んだったため、ロシア語とノルウェー語のピジン言語であるルッセノルスクが使われていた。ポモール交易は19世紀には、 最盛期を迎えたが、ソビエト連邦成立により民間貿易が規制されると急速に衰退した。ソビエト連邦の崩壊後、ポモールをロシア人の一部とみなすか、あるいはロシア北部の先住民の一つとみなすかで論争が起きている。ソビエトは、ポモールを独立した民族として承認するのを拒んだが、これに対し、ポモールは、 ノブゴロドからの入植者だけが祖先ではなく、ロシア人とは異なる存在で、東、スラブ人の中でも最も北に住む、独自の民族であり、周囲のフィヌゴルゴ族との関わりで、独自の文化や伝統を育み、ロシア人に吸収されずにアイデンティティを今日まで保ったという主張もある。2002年の国勢調査では6571人が、自らをポモールであると答え、 そのほとんどは、アルハンゲリスク州に、ムルマンスク州に若干が住んでいた。2010年の国勢調査では3113人が、自らをポモールであると答えた。ポモールには、ロシア正教の主流派教会の信徒を呼び、正教古儀式派の無司祭派の一派であるポモーリエ派の、信徒が多い。ポモールとポモーリエ派の信徒を指すポモール地は、全く別の概念である。 ロシアでは、人口の少ない州の集約が進み、アルハンゲリスクムルマンスク領州と、コミ共和国、ネネツ自治管区を合併する案もあるが、合併後の州の名に、ポモール州も候補に上がっている。基本的に高カソイドであるが、ロシア人、ウクライナ人同様に、長い歴史で関わった、サーミ人、ネネツ人及び、トゥルク系所属との根血が進んで、現在に至る。 ポモールが構成された。ありがとうございます。